んにちは、カプリショーです。今回はですね、こんな感じのブロックを作っていきたいと思います。こちらはですね、15センチ角の折り紙を使いました。そうするとこのぐらいの大きさのこんな感じのブロックが全部で4つ出来上がります。とても簡単に作れる作品です。ハサミを使います。たくさん使うとこんな感じで積み木のようにした遊んだり、なんかですね、手で触っていてもとても触り心地がいい作品です。それでは早速作っていきます。